皆さんこんにちは、俺が A です、ということで今回はこちらのアプリ、任天堂が初めてスマホゲームというかスマホのアプリをね出しました。任天堂のゲームってミーを自分のね分身を作るっていうやつあるじゃん。あれがスマホで、まず作れるようになりましたというか、その作るアプリができました。多分今後ね任天堂はねこういうアプリゲームを出していくと思うんだけど、この自分の分身を使ってゲームがまあできるんじゃないかと思います。なので今後ねゲームが出る前に俺はね、先にミーをね作っときたいと思います。でこれの面白いところが、簡単に作りたい方はこちら、顔写真や自撮り動画から作るという感じでね、例えばさ、自分ってさ一番作りにくいわけよ。どれが似てるのか正直わからない。ただカメラを使ってね写真をこうやって正面向いてやれば、どんどん自分の分身ができるという、素晴らしくない？これ面白いよね。自動でやってくれるんだって、似てるパーツを組み合わせて。ということでこちらで自分の分身を作っていきたいと思います。それでは行きましょう。髪型を選んでください。髪型色的にこんぐらいじゃない？これできるのかな。決定をします。はい、ちょっとさ、メガネかけてるように思われちゃうのかな。という感じでこうねできてるわけだよ。で結果を見るってとこを押すと、バーっとね今の一覧が出てくる。メガネはもう除外だよな。どうしたらこうなんだよ。やばい、戻れなくなった。押したらやばい。もう一回、ヒゲになっちゃうんだよ。よし、こんなもんでいいでしょう。まあアイコンに似せればいいんだけどさ、ベーシック、これ変えれんのかな。とりあえずちょっとやっていきますか。音声流れんのかな。読み方、あ、すごい声の高さ。私のニックネームは A です。おお。私のニックネームは A です。私のニックネームは私のニックネームは A です。私のニックネームは A です。私のニックネームは A です。まあいっか、こんな感じでイントネーション。私のニックネームは A です。私のニックネームは A です。どんなやつだよ。私のニックネームは A です。私のニックネームは A です。性格、動きの速さ、個性的、表情の豊かさ、ちょっと豊か、やや個性的、動きの速さ、ややキビキビ、言葉の強さ、ストレート、かなりストレート、楽観的、かなり楽観的。よし、乗り気できました。第一印象が気さく、そして特徴の方が直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、キラキラ型、みんなのアイドルタイプ、いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる、していません。はい、登録。あなたのミーはあなたのフレンドやそのフレンドに、あなたの分身として公開されます。完了。これ編集できるのかな。編集できるんだったらまあね、なんかいろいろ変えていきたいと思いますけども。お、すげえ。ここはスマートフォンの中マジ喋んない。はじめまして、私あなたの分身の A です。はい、変なイントネーションだけど、まあいいや。今日から DS しかやったことないんだよね、このミー系。なんかみんなの友達だっけ、なんかそんな系のゲーム。早速任天堂からお知らせが来てるようです。ミーを通じてフレンドとコミュニケーションをするアプリです。まずはフレンドを登録しましょう。あ、まあいいや、通知は来なくていい。フレンドとコミュニケーションできるみたいですね。はい、楽しみです。そういえば、うん、私見た目はあなたに似てるって自信あるんですけど、中身はまだまだあなたと違ってるんじゃないでしょうか。うん、このままだとフレンドに会った時に偽物の A だって言われちゃいます。
ちなみに私の好きな食べ物って何でしたっけ。なるほどね。私の好きな食べ物、ガチで答えていいんだよね。ガチで。寿司。寿司、美味しいですよね。Yeah. ありがとうございます。またあなたに似てきた気がします。Yes. まあ俺じゃないからね。俺の分身だからね。ここに溜まってくみたいですよ。うん、はい。そうそう、あなたやフレンドの回答のことをアンサーって呼びます。勘弁してくれ、そのイントネーション。覚えておいてくださいね。はい。フレンドができたら部屋に遊びに行って、部屋に遊びに行って。あなたから聞いたアンサーをフレンドに伝え、最後に、このスマートフォンに入れてくれたお礼に、これをどうぞ。おぉ、何？お、コインがもらったけど、なんかに使うんだね。これからよろしくお願いします。あ、こちらこそ。マリオの帽子。マジで。かぶらせよう。はい、ゲームチケット。何、ゲームできんの？一応編集とかはできるのかな。まあ、ということでね、こんな感じで分身が作れるということで、いろいろね覚えさせて、まあ、自分のより分身となれるように、遊んでいきたいと思います。ということで皆さんもぜひ遊んでみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では、次回も、ムダ毛・乳毛動画でお会いしましょう。